美能市立第一中学校は大阪府美能市にある公立中学校。1947年の学生改革と同時に設置された。現在の美能市の地域では、とどろみ中学校とともに一番歴史の長い中学校となっている。また2002年度から学力向上フロンティアスクールの指定を受け、学力向上の取り組みを進めている。学生改革に伴い、 当時の豊野郡美濃村と茅野村が学校組合を設置し、学校組合立美濃中学校を設置したことに始まる。美濃村と茅野村は地理的にも隣接し、戦前にも旧正成青年学校を共同で運営するなど、関係が深かったことが学校組合の背景となっている。茅野村が1948年8月に美能城に編入合併したことに伴い、 学校組合は解消されている。設置された美濃中学校は当初は美濃村立小学校に併設された。1948年には現在地に校舎が完成して移転している。1956年には従来の校区の東部を分離して美濃町立美濃第二中学校が開校したことに伴い美濃町立未能第一中学校と解消した。 さらに1973年には、美濃市立第三中学校が分離開校している。ありがとうございます。